ということで、前回前々回まだ見てないよという方3本上がってます。すでに足もくん回が、はい、小池戦闘力足もさんに迫った動画、それから、足も流解説の3本上がっておりますので、概要欄の方に貼ってありますからぜひ見ていただきたいんですけれども、ここからは、解説していただいて、もうとんでもない成績を叩き出してる足もくんの胸を借りて3人が対戦していただこうと思っております。よろしくお願いします。はい、でもどっちですか。あ、どうぞ。はい、じゃあお願いします。はい、でもどっちの写真も死ぬもん。あったいや、そうガーキャン使ってできないし、もちろん無理。いや、ガーキャン使ってする方が悪いですよ。ごめんなさい。やっぱりね、おじさんたちはガーキャン掴みが大好きだから。そう、回りたりしなかったら食らいますよっていうのが技だったからね。うん、いやー、いいゲームだね。最悪。美しくない？俺の意志が足りなかった。どっちが綺麗な入れ込みに押せるか。面白い。いや、台がないな。もうさ、もう指導食らった瞬間にも終わったんだってなるのがまた。台ないと思ったらそこにあった。でもあれね、さっき言ったじゃん、あの空上食らったらフィーバーだって。そうだけどさ、食らったやつが悪いっすか。フィーバーだ。あ、うん、ここ大事やな。遅いのが鬱陶しい。ずっとうざいよな、ヒカルな。うざい、早押してーってなる。意味の強さって思った。ああ、早すぎたか。前すぎて両方当たった。うまー、スマブラ力って感じ。足もさんさ、はい、ジャスがうまくね。ジャスがうまいっす。てか竜だよね。そう、竜使いってやっぱジャスがから発生の早いリターンがあるから自然と上手くなるんですよ。めちゃくちゃうまいわ。上からでやっぱうまい。あ、そうね。狙いやすいっていうのもあるかもね、あの状況的に。うん、なるほど。でもジャスがした後勝手に振り向いてくれるのもありますし。そっか、リターン高いのはやっぱね、うん、狙い価値が高いからね。おせえのうぜえ。タイロボットは殴り合うイメージでいいんですか。だから殴り合ったらいいんですか。まあ、そうだよな。殴り合うしかないんだ。そうだよな。まあ状況を作って多分はめ殺すみたいな。当たんなかった。当たんないの。コマも悪そうやな。でもね、さっき言ったみたいにこの低空射熱がロボット結構だるいんで、あ、待ってもいけます。うん、でかいキャラやっぱだるいよな。ドンキーとかもだるいもん。そうそう。身長高いですからね。終わりじゃん。で、これひよってジャンプしたら空砲なんだろう。あ、そういうことで、地上いたらもう固められて終わり。固められて、でも死んだってことですか。じゃあ落ちた方がいい。ありがとうございます。あー、あービームだと思ってた今。あれでもこれまだ巻き筋があんの。そう、ロボットだから突然くる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 って距離が急に優秀だからジャスタ取ってもあんまないよね。あ、ごめん、いい解放。あんの？なんでよ。なんでよ。お手本あったらそれ打つよ。ああ、それ確定しない方が悪いよな。それ俺が有利だったから。それで振ったやつが悪いよね。今のは竜はうまかったもんね。そうだよ。比較的の技振って怒るのはちょっと違う。コンボでね、割り込まれたらちょっと納得する。俺が攻めてた、なんなら。そうだね。あざす、あざすって言われたもんね。ありがとうございました。お願いします。おめでとう。いやー、むずいんですよね。難しそう。あ、足もさんからしてもやっぱ難しそう。難しそう。でも竜側が結構思っなんだろう、やりたいことをできるんですよ、これ、うん、なるほど。あ、まあ、こういうのはもう光が強いだけ。弾打って、動かして、なんか剣の方が戦いやすいんですよ、竜より。いや、そうかも。そう、竜はマジでムズいっす。武器判定あるから、チクチクですよね、こっちの。うん、そうだよね。なんかガンガンいけねえよな。もう当たったらね、あ、もう、うん、当たったら勝ちですね。苦したで終わり。あれ、そうだ
でも今の時代にさ、竜とかで近づいていって殴り合いの相当きつくない？まあ結構相手の甘いコードを一点読みしないといけない場面は結構ありますね。あ、安定コードはあんまないってことですね。はいはいはい。あ、これうまい。 あ、抜けてる。そう、それやだ。マジやだ。え、あぶね。えらー、回線。心臓マジ太いな。うまい。スマブラうまいだけやんけんな。ああ、そっちか。さこ、あ、うまい。見切られた。見切った、見切られた。ラップバトルしてる。いや、マジでうめえ。やる。ああいう他のキャラと入って、ありがとうございます。あったげー。当たりたくねえよな、灼熱。いや、まあでも俺が100割ですよ、今のは。あるでいい。難しい。あと実戦だとね、めちゃくちゃ相手がひよります、やっぱ竜は。いやだよ。危な、怖すぎ。ダッシュでんかった。48。大丈夫。あ、俺の灼熱が重い。ない。あ、外れ。投げ場あったかな。150からいいね。ダメです。あったらやっていいよ。後ろ投げぐらいくれよ。いや、なかなか重い。いいでしょ。いや、これが竜の扱い。いや、硬直が想定より長かった、普通に。ああ、そうそう。なんかもう抜けたかなと思って回避したら長くて死んだ。思ったより下に行ってから硬直が解けるっていう。竜って重さはどれぐらいなんですか？平均中か、ファルコン中の上ぐらい、ファルコン89と見た。まあでも普通に重量マリオ92っす。ほぼ重量系。マリオが92だから、もうちょいやな。もうちょい重いんだ。多分普通に重量系の一番下ぐらいの。そう、多分そのぐらいはありますね。ヨッシーいくつなんだっけ？96ぐらいの。ヨッシーもっとあるでしょ。もっとあるね、でも小池さん、軽量級ですよね。いや、あ、今度も軽量級やろ。何でやろうかな、竜。当たったら何出すんですか、今。まあでも結構選択肢あるんで。今何でもいいな。狭くなってるというかさ、こう技を意識してさ、いろんな技をこう散らして打とうと意識してるからさ、ヨッシーの重さを初めて見つけた。おめえ、おめえ、これ、いや、マジおめえ。やってきてた。120ぐらいの故郷で死なない時とか、はっ！ってなる。あ、うん。あ、でかっ。空を当てるだけで 32%。 なんか全部 30% だね、それ。そうだね。なんか空以外はド派手にドカーンみたいなのはないけど、うん、いや、これ復帰組織きつそうだけどな、竜側。この復帰組織はマジできついっすね。そうだよね、この対面だったらヒカルはドンキ出す。あ、ロイか。まあ、なくはないっすね、現状。前出してきましたよね、トナメで。うん。ぽい。いやなんでこれ最強？うまい。わっべ、うまい。え、超うまい。はいや。これが武田さんとの成果ってことですか？これは、キュービーさんとの成果かな。残りがね。確かにね、昔竜にコンボされたら絶対ずらしてたもんな。そう、
最近そういえばなんかケントしかやってなかったからあんまゼロフィスってなくなっちゃったけど。うわ、クーエヌでもないんだね。そう、まあ、なんかギリギリまで攻め見てですね、今もうこんなしゃない。あそこわざ竜にやっぱ振ったらあかんから。痛い。うわ、びっくりした。百熱じゃなきゃ今無理だったよね、多分。逆パターン。そっか。いや、だる。うまいね。何よりチョイスか。ロボ見てから避けてる、全部。そうだよ、だって足もロボットだもん。ロボおるよ。上弱からは弱いていいんだ。あ、そうですね、あの、コーパーすぎると繋がらないんですけど、あと1回で確認しないといけないです。いや、知らないでしょ。いや、重すぎましたね、龍が。いや、龍が重すぎて2人とも同じこと言ってるじゃん。まだで、いい。意外とちっちゃくなる。でけえよ。SJ ならって感じだな。ドンキー。ああ、もう無理。着地点を。あ？いい展開。あ、マジ？ある？あるよ。怖すぎ。リュウにも怖いって感じがあったんだよね。ガンユーリかと思ってた。いや、やめてくれ。もう空がちらつく。リュウって怖いと思わせるキャラだと思ってたんだけど。これは確定。知らねえ。いや、おんも。あ、なるほど。あ、いやあ、ルニア。でかーよ。リベンジロイ。リベンジロイ行きますか。ドンキでかすぎた。前やって買った時も思ってんだ、もう二度とこんな方やったな。あん時もフルセットでしたもんね。じゃんけんじゃんっつって。無理やって。聞いてそうな気するな。ね、結構諸説ですけどね。研究の難しいですよね。そう、事故もありそうだな。ちょんとこう上に当てられてる。竜巻は横に飛んでくれ。上に行くな。いや、やめましょう。上に行く。上でいいです。マジ？横行ったらやばいです。めっちゃ怖いです。スマブラのベクトル的には横の方が強いんで、確定ってやりますよね。なんかいいな、2人ともこういうなんか攻めのスピード感とセンスがある2人がやってるの見ると緊張感がすごいわ。これぐらいどういうというより殴り合いたくないですよ、これ。殴り合いたくないよな。絶対怖いですよ。ただ自分の得意なフィールドがそうね、見てるからね。よいしょ。お互いに得意なフィールドで戦ってるから、ね、おもろいね。そう、むずいっすよね、でもこれめっちゃ、あの、大会行ってたら超見たいから。はい、はい、気持ち強い方が勝ちそう、大会は、ね、うん、まあ、見てる方がな、勝手に勝手に見たいとか、うんぬん嫌がって思う。いや、最高だな。いや、いいよ、この2人のこのカード。最高のスマブラだな。うん、うわ、ん、あ、やめて、ごめんごめん。目ずれすぎ。シミアンだって、伊沢さん。うん、ふ昔からね、ベヨネットとかってやったから。なるほど。そう、ずっとうまいよね。うまい。うわっ、うわ、悪いことしようとしてたな、今、うん、踏みに行ってた、ね、やめて。変な固めしちゃうと上 B でさっき取られるっつったら、あ、そうそうね、してないっすね、あんまり。やだ、重い。ヒカル君が使うと重くなる。ヒカル君はね、やっぱご飯食うから関係ないから。一生懸命やった、ダメだって時に関係ないけどなっていう。ヒカルの死ぬ気でやってるから、ね。危ねえ。でもなんか久
久しぶりに見入っちゃう試合だな。ね。うん。うん。ほえ。おお。うん。でマジで。完成だ。これかっこよすぎない？カスタル。これエラー。ロイツ界の方ですか？そういえばロイツ界。マジでエロい上手いよな。こんなとこじゃなくて、鏡の決勝でやってくれ、2人。ごめんな、全然当たり感されるからね。そうだね。そうまた見たくない、カロスプレザー行こう。ブレザー偉いな。ね。うん。あーまあ。これはマジでいい技ですね。生命線だよね。剣に対抗、剣流に対抗、対抗する。いい技したいな。うん、うん。わー、おしゃれな変だな。そうだよね、空港じゃ無理だもんね。当たればあったんで。お、これは？いやー冷静。うん、いやー楽しいこの試合。いやじゃない？いやそう。最後やっぱロイなんですよねあいつ。ふうじゃねえ。シモくんの勝ちでよかった。スマブラハウスなんかいつもあれやね。このパターンが多いんだよじゃあ3先かみたいになる毎回1-1です1-1まだ大会でね、トナメに持ち越しで、トナメに持ち越し、いやすごいわ、やっぱ足もくんが操作するとやっぱ映えるよね、龍っていうのがそういうキャラクターなんですよってさっきおっしゃってたんですけど、やっぱジャスガもやっぱ上手いし、体幹のね本番でガンガン決めて、それが激戦につながるというかリターンがね、しっかりあるっていうんで、でもやっぱあの最後に思ったのが、まあ龍でも怖さを感じてくれるのはちょっと安心しました、ね、みんな怖がってますよ、あ龍は怖いけど、そう龍側がちゃんと怖いと思うことがあるんだなっていうのがちょっと安心しました、大会中どこで空港を打とうとしか考えてなくないもん今まあ、いや怖がってるけど出してないだけ、龍使いもズバ歩いてくれたらかっこいいんだよ、堂々として ね、かかり火の入場の時とかやっぱ痺れるんであの今後の活躍も切に願っております、頑張ってください、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ということで今回のスマブラハウスは以上となります、足もくんに4本も一緒に撮ってもらいましたけれども、まだ見てないよという方は概要欄の方にですね、足もくんが出てる前回の3作品が、もう作品と言っております、私は足も作品でございます、はい、足もシリーズ誘拐説はもう本当にみんな見てほしいね、ぜひ見ていただきたいなと思っております、そして、そのまま概要欄の下の方にはですね、足もくんの配信チャンネルとツイッチですねとツイッターの方貼らせていただいております、それからヒカルくん、レインさん、ねねちゃんの配信ページと SNS の方も貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います、それではまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら。